アワーイへの関心と理解を深めてもらおうと、県は7月を徳島愛推進月間と制定しています。これに合わせて県内3つの施設で藍染め作品や販売を行う催し、徳島愛めぐりが開催されています。特産品や土産物を扱うアルデヨ徳島では藍産業振興協会に所属する8社の特設コーナーを設置。おしゃれでモダンな雰囲気が漂う洋服やアクセサリーなど200点以上が並びます。職人が趣向を凝らして作る表情豊かな小物の数々、日々の暮らしで伝統工芸を身にまとう特別な喜びを教えてくれます。徳島愛めぐりはアルデヨ徳島のほか、大鳴門教科協記念館エディ、阿波銀行本店営業部でも開催。16日には阿波踊り会館1階で愛の葉のたたき染めとこすり染めの体験会も開かれます。